大道寺正さ6月5日から2017年5月24日は日本の震災翼テロリスト、敗人、東アジア反日武装戦線、狼部隊のメンバーでリーダー格の人物、北海道釧路市出身。小学生時代より新聞を断念に読んでは、スクラップ帳を作る公務員の父親や北海道議会議員だったママ母の義理の兄、そしてその息子で、 高校生ながらに60年安保反対運動の先頭に立っていた大玉作にらの影響から政治への関心を持つようになる。中学校入学後は学区の中にアイヌ居住区が含まれていたため多くのアイヌの同級生たちと交流する中でその厳しい暮らしぶりや中学3年児でのアイヌに対する就職差別を目の当たりにし問題意識を抱くようになった。 北海道釧路古良高等学校入学後は、様々なデモに参加するようになる。同校を卒業後、大阪外国語大学を受験。不合格となるが、そのまま大阪に残り、鎌ヶ崎近辺での約1年間の生活を経て、早稲田大学受験を口実に上京。実際には試験は受けず、そのまま浪人生活を送りながら、高校の同級生らと様々なデモに参加。 その中で高校の先輩たちが中心の社会主義研究会に参加するようになる。この研究会の意向で法政大学に同会の運動の足場を固めるべく同大文学部史学科に入学。入学当初は文学部の自治会を掌握していた社制度解放派と行動したがセクトの上位形の雰囲気になじめず大学のクラスメイトだった片岡俊明と 法政大学エルクラス闘争委員会を結成した。他学科の哲学科や国文科にも参加を呼びかけた結果、一時は100、数十名にも膨れ上がったが、全共闘運動、70年安保闘争の敗北とともに自然消滅する。大学も中退したが、闘争の継続のために、片尾からエルクラス闘争委員会のメンバー数人と共に研究会を結成。 1970年7月7日に出された、華教青年闘争委員会の審査翼各派に対する、決別宣言に衝撃を受ける。このことをきっかけに、この研究会では、日本帝国主義がアジアで行ってきた悪行について集中的に学習し、過激な反日思想を醸成させていった。そして、大道寺によれば、北海道出身のアイヌへの食材意識があったという、 ゲリラ闘争への転換を決意し、反日戦線結成前の、コア観音、純国七なの被爆破事件、風雪の群像、北方文化研究施設爆破事件、1972年末、東アジア反日武装戦線、狼部隊結成後、おし列車爆破未遂事件、三菱重工爆破事件及び他9件の連続企業爆破事件を起こす。三菱重工爆破事件では、 次元爆弾のペール艦を爆破現場に設置した。後に9件の爆破事件で起訴された。裁判中、容因に自供に応じたことへの後悔の念と、初期の支援団体を率いていた、狼のメンバー佐々木則夫のニーランに焚き付けられるように、激しい獄中闘争、法廷闘争を展開。その過中において、日本赤軍が起こしたクアラルンプール事件並びに、 脱下日光機ハイジャック事件によって、狼のメンバーであった、佐々木屋大道寺やや子及び、大地の木はメンバーであった、駅田幸子が情報機的措置で釈放、出国したが、大道寺は、この釈放を、日本赤軍に対して仲間を連れ去ったと不快感を示している。最高裁において1987年3月24日に、死刑が確定した。 死刑が確定しながら執行されなかったのは、かつての狼メンバーであり、企業爆破に関与した佐々木及び大道寺綾子が、日本赤軍が起こした2件のハイジャック事件の際、日本赤軍側の要求を飲んだ、日本政府による重宝機的措置として出国し、海外において日本赤軍に合流後の消息が不明となっており、裁判が終了していないためとされる。一方で獄中から、 松下隆一、中山千夏、ヘンミーサらの知識人との交流の過程において、自身も文芸活動を開始。獄中で読んだ句筆議一揆は、2013年日本一行司大賞の俳句部門を受賞した。最新請求中であったが、2008年の最高裁で棄却された。2017年5月24日、 多発性骨髄腫種により習慣中の東京拘置所で死去。ありがとうございます。